たくまキッチン。毎日の献立にお悩みの皆さん、楽々おいしいプロの味を毎週月曜日にお届けします。今日は四国さぬき群れの里うどん料理郷屋敷総料理長の滝野健一さんです。よろしくお願いいたします。滝野さんのお店のご紹介です。高松市群れ町にあるうどん料理郷屋敷、こちらの建物は200年以上の歴史がありまして、立派なお庭を眺めながらゆっくりとお食事を楽しむことができます。厨房で腕を振るうのが総料理長の滝野健一さん。和食一筋30年、さぬきの食材、さぬきの味を大切にしたお料理は地元はもちろん県外からのお客様をも魅了しています。さあ滝野さん、今日のお料理は何でしょうか。そうですね、さぬきの郷土料理のしっぽくうどんですね。しっぽくうどん、はい、温まりそうですね。この時期ぴったりですよね。そうですね、はい、しっぽくうどんどういう、まあ、香川の皆さんにとって、あの、家庭でね、常にみんなこう家で作ってるような普通のお家で食べれるうどんですよね。家庭料理、うん、そうですね、はい、まあ、懐かしいという方もいらっしゃるかもしれませんが、ではじゃあ早速作り方の方からお願いします。はい、まず大根ですね、短冊に切ります。はい、材料を切っていきますが、だいたいね、同じぐらいの厚さで切ってくれればいいです。ちょっと厚めでね、切ってくれた方が見つけるんで、崩れないですね。なるほど、薄すぎず少し厚みがあるぐらいですね。はい、はい、人参も同じような感じでいきますね。はい、人参、彩りになりますが、そうですね、金時、金時人参、もうこれはもうね、香川といえば金時なん で、 そうですよ、ね、今は使わない、ね、いつ使うみたいなですよね。今使いますっていう、そうですね、はい、だからあのね、ぬたあえとかでも金時人参とかね、あのぬたあえて、あの味噌で合わすね、合わす酢味噌みたいなんで合わすやつでもね、金時人参とかね、美味しいですよね、甘いしね、はい、こちらも同じぐらいの厚み、そうですね、はい、はい、そして次椎茸ですね、はい、はい、半分プチュッと切ります。これ大きめに切っとった方がね、食べやすい、美味しい、半分に切るぐらいですかね、はい、椎茸からもね、いい出汁が出ますよ ね、 すね、はい、そして次ささがきごぼうですね。ごぼう来ました。これ、ね、ごぼう、あのちょっと縦に筋目入れてやって厚さを調節してやる、はい、だからあの分厚いんじゃなくて薄いのもね、できますんで、ささがきにする前にその一手間が、そうですね、これ大事、こういうことですよね。確かにたまにとんでもなく分厚いのはね、できちゃったりしますね、あれはちょっと切り目が入ってないですね、まあ、ちょっと一工夫ですよね。これ酢水につけます、はい、さっと、はい、はい、次ですね、はい、さあ今度は次ネギですかね、はい、はい、切ります。はい、ちょっと邪魔やな、はい、白ネギ3分の1本を細切りでいいんですか、斜めに、はい、切りしてもらって、でこれ水につけてちょっとね、こうやってもぞもぞもぞってやってもらって、はい、素晴らしい手さばきでしたね、ありがとうございますちょっと見せどころなんで、ご家庭で皆さんするときはもっとゆっくりでも大丈夫ですもう超スローで大丈夫次揚げさんですね、はい、お揚げさんは揚げも同じようにね、はい、あの短冊に切ればいいんで、はい、ちょっとね厚めの方が美味しいかも、はい、はい、もう油抜きをしたものということですね。そうですね、油抜いてください。ちょっとね臭みがやっぱりありますんでね、油で揚げてる分だけね、はい、はい、そして里芋はこちらは皮をむいて、はい、茹でたものです。はい、あ、ごめんなさい、これちゃうわ、こっち違うわはい、でお野菜を、はい、はい、野菜入れていきますね、はい、はい、まずこれね、鶏からいきますね、はい、これ霜降り、お、霜降り、はい、これ、ね、一回湯通しするわけですね。そうです、ちょっとやっぱり生物って臭みがあるんでね、ちょっとこうやって色が変わるぐらいまでしたらもう全然ね違います。これもこの一手間が、お雑煮の時なんかはね、よく湯通ししますけど、はい、じゃあここら辺入れますね。で水を入れたこちらのお鍋の方に先ほどの湯通しした具材を入れていきますね。さらに先ほど切った具材を、はい、全部入れます。はい、ドバッとドバッと入れます。里芋もですね、はい、で水から入れていくってことですね。でこれね、はい、これも入れます。で中火にして火を煮立たせたもの、はい、あ、あとそうですね、ごぼうもですね、これささがきしたの忘れてましたね、はい、これが出汁入れますんでね、はい、はい、そしてこれ入れますね、はい、これあの助けてくれる人ですね、これ助けてくれる人、かなりあの、ね、香りがしますんで、これも家庭にある ね、はい、そうですね、はい、調味料出汁なので大丈夫ということです、はい、そして中火で火にかけて煮立たせます、はいはい、煮立たせたものがこちらですね、しんなりとね、お野菜も、そうですね、はい、はい、ここからですね、はい、これお酒、はい、大さじ1、さらにみりんが、
ミリ入ります。50ミリリットルですね、はい、煮立たせてからそうですね、やっぱり多少 ね沸かしてから、そんでみりんとか今から旨味ですよね、はい、先に甘いものとか味の入っていくやつを入れます。なるほど、はい、調味料のタイミングもね大事なんですね。大事ですね。で、はい、ここからは弱火で5分ほど煮ます。そうですね、煮たものがこちらです、はい、じゃあもうアク出てきてますよね。もうこれは取りましょう。アクをここでしっかりと、ね、しっかりやっぱりね、いろんな根菜類もそうですけど、ね、生もの入ってるんでアクが出てきます、これはアクはね絶対のけた方がいいと思いますんで、はい、のけます。この一手間も大事、ね、大事ですね、はい、仕上がりがね変わってきますよね、はい、はい、で先ほど揚げさんですね、はい、お揚げ、これお揚げが入ります。これ、ね、揚げが入ることによって本当に旨味が増しますよね。そうですよね、美味しいですよね。ごぼうとかね、はい、じゃあここで醤油入れますね。あ、ここで至ったところで、はい、お醤油を入れて、はいはい、これが今日のラクマチェック。はい、ええ感じですね。仕上げの醤油で美味しさアップ。はい、はい、これはねやっぱりちょっと煮詰まってくるんでね、どうしても早めに入れたら、はい、なんで家庭でするときによく火を強火でやってしまうんで、煮詰まってしまったら水の量が減って、出汁の量ですね、はい、減るということは当然煮詰まってちょっと辛くなっちゃう。辛くなるんですね。なんで最後に入れた方が多分作りやすいと思います。このタイミングでも味は馴染むわけですね。馴染みますね。でここからまだちょっと少し炊く感じなので、はいはい、絶対これの方がいいと思います。お醤油も最後に入れるんですね。そうですね、香りで、うん、あれだけでもそうですよね、最後に醤油で合わすんで、はい、あ、そうですね、はい、まあ、そんなイメージですね。これでも最後少し煮たら OK、はい、かね、はい、へー、これで、はい、出来上がりなんで、はい、器に、はい、茹でたうどんが、ね、持ってあります、はい、この上からおドバッと行きましょ う、これ芋なんか美味しそうですよね。いや最高ですよね、だしもたっぷりと。そう、だしたっぷり入れてください。これね、はい、もうだしがいろいろこうね出る、旨味が出るものだらけですもん ね、はい、じゃあこれで、はい、あとさっきネギねさらしたやつですね、はい、水をこれ ね好みなんで、はい、生が嫌だったら一緒に炊いて入れてください。そっちの方が美味しいです、ね、火を通してもね、いいわけですね。そうですね、いいです。はい、出来上がりです。はい、これで、わー、熱々のしっぽくうどん完成です。いやー美味しそう。野菜たっぷりっていうのがねまた嬉しいですよね、うん、根菜なのでね体も温まりますし、はい、栄養もたっぷりです。いろんな野菜入ってるから色も鮮やかですね、いただきます。あ、いい音ですね。うん、美味しい。本場の讃岐に行って食べたいです。本当に美味しい。具材なんかはね、もうこだわらなくて別に白菜でもいいですしね、今時期のものをいっぱい入れて食べたら、うん、自分流で作ったら美味しいと思いますよ。お家にある身近なお野菜を入れて、美味しい。いろんな野菜の旨味が出てますね、うん、だしも最高ですね。おなんか優しい味ですよね、うん、醤油の香りもしっかりするし、もう野菜がしっかり出てますのでね、はい、うん、で鶏肉とか揚げさんが結構ポイントですね。これはお家でできるっていうのは嬉しいですね。いやもうねしっかり食べていただいて、では材料のおさらいです。はい、ご覧の材料とそして作り方は今時で検索してご覧ください。いや今日温まりましたが、お店の方ではどんなメニューがおすすめですか？そうですね、巻き寿司を今から恵方巻きがあるんで、はい、節分に向けて、はい、やってますんで、はい、ぜひ、ね、お店の方でも郷土料理いろいろ、ね、ありますので、そうですね、はい、行ってみてください。滝野さんありがとうございました。ラクーマキッチンでした。